夕暮れ時のグラニット島の巨石グラニット島は、ナルクーワラとしても知られる、南オーストラリア州、ビクターハーバーの隣にある、小さな島で、南オーストラリア州の州と、アデレードからも遠くはない。島は、無人島だが、島内にはカフェを含む建物やシェルターが存在する。人気の観光地であり、とりわけ島で生息している小型ペンギンを見に来る人は、多い。 グラニット島とビクターハーバーの間の土手道を走る馬車島には徒歩または馬車で本土から土手道を横断してアクセスすることが可能である。グラニット島やその周辺には何千年も前からラミンジェリ人が居住しており狩りをしていた。彼らはグラニット島周辺の土地をウィラムラとグラニット島をヌルコワラと呼んでいた。肥沃な土地を持つ グラニット島にはクジラ等の多くの動物やラミンジェリ人が集まってきた。19世紀になると同じような理由で西洋からの侵略者がやってくるようになった。1802年4月、マシュー・フリンダースは現在のビクターハーバー付近を初めて発見した。1837年、リチャード・クロージャーがグラニット島外に彼の船 HMS ・ビクターを停泊し、 ヌルコワラをリチャードの船の名を取ってビクター・ハーバーと名付けた。グラニット島という名前はもともと西洋人が付けた名前である。西洋から来た入植者たちはビクター・ハーバーで1860年代の半ばまで捕鯨をしたり小麦や羊毛をグールはまで船で輸出する通して生活していた。現在、グラニット島とビクター・ハーバーを結んでいる。 土手道は1867年に作られた。グールはとビクターハーバーを結ぶオーストラリア発の国有鉄道は同年、グラニット島まで延伸され馬車が走るようになった。これが現在のビクターハーバー馬車鉄道である。ありがとうございます。